どうも、DJ ハックスのソーンです。今日は MacBook で DJ をするときに必ずやっておくべき設定を5つ紹介したいと思います。最近では自宅で過ごす時間が増えて、DJ 配信をされている方や、最近 DJ コントローラーを買って DJ の練習をしているよっていう方がいて、MacBook を使って DJ をしている方はかなり多いと思うんですけど、DJ 中のちょっとしたトラブルを避けるためにも、MacBook の設定を少し変えておくだけで、かなり不安なく、ストレスなく、DJ ができるようになります。なので、これから紹介していく午後の設定をぜひぜひ皆さんにもやっておいてほしいと思っています。はい、まず最初にハードディスクのスリープ設定を外します。 MacBook は省エネのために MacBook 本体を触っていないとハードディスクが自動的にスリープモードに入るような設定がされています。万が一 DJ 中にハードディスクがスリープモードに入ってしまうと曲のロードができなくなってしまったり、ソフトが正常に起動しなくなってしまったりと、かなりトラブルの原因になるので、この設定は必ずやっておきましょう。まずはシステム環境設定の省エネルギーをタップします。そして上のタブ、バッテリーと電源アダプター両方あるのですが、バッテリーの可能な場合はハードディスクをスリープさせるのチェックを外します。そして続いて電源アダプターの可能な場合はハードディスクをスリープさせるも、ここ外しておきます。そうするだけで大丈夫です。そしてディスプレイをオフにするまでの時間というバーがあるんですが、これをできれば1時間ぐらいまでに設定しておくと、 DJ 中にパソコンを放置していてもディスプレイが勝手にスリープに入ることがなくなります。これもおそらくやっておくと便利だと思います。そして続いてはディスプレイとキーボードの設定を変えていきましょう。MacBook は室内の明るさをセンサーで感知して、画面の明るさやキーボードの明るさを勝手に変えるような設定がされているのですが、これは DJ 中、例えばクラブでプレイしている時だと、照明やミラーボールでクラブの中はチカチカしているので、センサーが反応して画面が明るくなったり暗くなったりしてしまって、かなり不便なんですね。なので、センサーで感知する設定を外します。システム環境設定から、ディスプレイ、そしてディスプレイの起動自動調節のチェックを外してください。はい、これだけで大丈夫です。そして続いてキーボードの自動設定も外しましょう。キーボードはまたシステム環境設定モードでキーボードを押します。そしてこちらの環境光が暗い場合にキーボードの起動調整というチェックを外してください。これだけで大丈夫です。続いては万が一のために連絡先が表示されるようにしておきましょう。バーやクラブで MacBook を使って DJ した後に、うっかりパソコンを忘れてきてしまったとか、誰かの MacBook と入れ替わってしまったというトラブルが発生した時に、連絡先が表示されるようにしておけば、自分の手元に返ってくるようになるかもしれません。それなので、誰かが拾ってくれた時のために、ログイン画面に自分の連絡先が表示されるようにしましょう。まずはシステム環境設定のセキュリティとプライバシーをクリックします。左下のこちらの鍵のマークをクリックして、自分の MacBook のユーザー名とパスワードを入力します。そうするとセキュリティロックが解除されますので、こちらの一般のタブの画面がロックされているときにメッセージを表示にチェックを入れます。そしてロックメッセージを設定というものが右にありますので、こちらをクリックしてメッセージを入力する画面が出てきますので、ここに例えばソーンの MacBook です。はい、このように入力して OK を押すと MacBook のスリープ画面に表示されるようになります。そして4つ目の設定は OS が自動的にアップデートされるのを防ぐ設定です。本来なら MacBook の OS は最新のものにしておくのが一番望ましいんですが、 DJ プレイの直前にアップデートが開始されてしまうと DJ ができなくなってしまったり、 DJ 用のソフトが最新のバージョンの OS に対応していなかった時に DJ プレイに支障が出てしまったりと、かなり不便なことが発生し得るので、今回は MacBook の OS が自動的にアップデートされるのを防ぎましょう。まずはシステム環境設定からソフトウェアアップデートをクリックします。そして下の MacBook を自動的に最新の状態に保つのチェックを外してください。自動アップデートオフにするを外します。続いて詳細をクリックして出てくるチェックを全て外しましょう。そして最後はドックを快適な環境にしましょう。このドックというのは画面の下にあるこのバーですね。これが曲を探しているときにこのようにドックがでかく表示されてしまうとかなり邪魔で、選曲や DJ プレイの邪魔になってしまうことがあるので、これをこのようにでかくならないように変えていきます。システム環境設定のドッククリックして拡大というものがついているんですけど、この拡大のチェックを外してください。これだけでドックがでかくなることは防げました。そしてドックのサイズを自分の
自分の快適なサイズに変更しましょう。僕はこれぐらいがいいと思うのでこれぐらいにしました。ドックがでかいとかなり邪魔ですね。そしてドックが小さすぎると見えないですね。なのでドックは自分のまあ見やすいサイズぐらいがちょうどいいと思います。僕は3分の1ぐらいの大きさですね。これぐらいにしました。はい、というわけで今回は MacBook で DJ をする上で必ずやっておいてほしい設定を5個紹介しました。もしよかったら参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。